画面の前の皆様こんにちは、ベルクロでございます。今回もやっていきたいと思います。デッドバイデイライト、ようこそいらっしゃいました。いやー、最近はですね、お兄ちゃんばっかり使ってるんですけども、まあ4月にね、4月12日だったっけな、新生ハロウィンの続編がね、が出るんでね、まあそれに先駆けて、まあ、こちらねプレイしてるわけですけども、それとね、皆さん、来月3月ですよ。3月ですよ。次回も言ったけど、3月が何なんだと思ってる方いると思うんですけども、いや、皆さん忘れてないですか？デッドバイデイライト。ね。3ヶ月に1回、新コンテンツが来ると言ってたでしょう。ということは、新キラーと、新サバイバーが来るんじゃないかと。今度は一体誰になるんでしょうね。私が来てほしいのはね、スクリームのキャラ、そしてジーパーズクリーパーズの、まあ、キャラですね、コラボねしてほしいなと思いますね。一番その辺がね現実的ではあります。なんとなくね。ただスクリームは主な武器がナイフなので、なんかなんとなくリージョン、お兄ちゃんのナイフなんで、ね、武器はかぶりかぶりになっちゃうんだよね。まあその辺はね、なんかちょっとあれだね、かぶっちゃうと採用されないんじゃないかなっていう気がしなくもない。2個ぐらいまではいいと思いますよ。例えばヒルビリ、カニバルとかね。3人ってなるとね、どうなのかなっていう。じいちゃんなんでこっち帰って、じいちゃんなんでこっち帰ってきたの？見える。今回ジュディスの墓石を持ってきています。映画『新生ハロウィン』にも出ていたジュディスの墓石ですけども。こちらに使うことによって立ちメメントを繰り広げられる。しかもですね、まあ、ダイイングライトを持ってきてるんで、あのおじいちゃんがまあオブセッション状態だったと。なのでおじいちゃんを立ちメメして、うまいことダイイングライトを発動させたいと。まあ、ダイイングライトを発動させれば全員のスピードが落ちていくということなんですね。しかしもうダウンはでき、ちょっとあれ、え、出歯？出歯なの？普通に見せただけ、私今。出歯ストライクなの？ほい。来たな。まあ、なのでね、まあ、何にしても、新殺人鬼、楽しみですね。どんなパークが来るのか、お祭りになりますからね。はいはい、まあほっときましょう。あのおじいちゃんで溜めすぎてもね、いざという時に、立ちめめたまらないんで、他の人で溜めておじいちゃんに放出すると、これがベストでしょ。どこに行こうと言うんだ、メガネボーイよ。ん？と見せかけてこう。スイッ。今回ご紹介したい映画はタイムトゥーラン、ロバート・デ・ニーロ、主演ね。いや、主演はもう一人だね。ちょっと役者名忘れちゃったんだけども、ウォーキング・デッドでニーガイン役をやってるあの方です。いや、もう今だっては有名ですけど、一躍スターですが、ちょっと役者名忘れちゃったんで、ちょっとニーガンと呼ばせていただこう。すい、上から降ってきた親方、空柄メガネお兄ちゃんが、お兄ちゃんじゃないね、メガネ野郎か、メガネ野郎、急なあれですけども、あれ、ちょっと待って、これ届くか、まずいな、微妙に遠いな、これ微妙に遠いな、これこれね、ニーガンの人が、主人公がね、まあ、あるカジノのね、ディーラーをやってるんですけども、そこでね、つつましく生活してるわけですよ、娘、と奥さん。
でもその娘がね難病にかかってしまって、その手術費がもう保険適用外なので、もう莫大なお金が必要だと。それをね、ないのでね、カジノ その働いてる先のね、オーナーっていうか社長かロバート・デ・ニーロにお願いするんですが、まあお前に貸す金はねえと冷たくあしらわれてしまってわけですね。でもそこの店のために何十年も頑張って働いてきてたんですよね。で必ずお金は返しますのでお願いしますと頼み込むんですがダメだったと。そんな中同じ、バイト職員の中に筋肉マッチョ筋骨隆々のやつがいて、そいつがねこの店実は金のマネーロンダリングをしていると。見えるぞ、おこれかかったなじいさんよ、命のマネーロンダリングしてやろう、ズブリ、そういうことだ、せい、どうだこれでダイイングライトが発動しますね、でその汚い金である、そのねお金をロバート・デ・ニーロの元から盗み出そうという強盗計画を立ててしまうんです、そして、ね、バスジャックをして、まあ、主にバスジャックのこうシチュエーションとしてはバスなんですけど、ね、届かないかいいだろう、超えて、あ、超えて、あ、超えて、あ、超えてからの進み間に合わんな。まあなのでね、警察 VS カジノ王 VS 強盗犯みたいな、この三つどもえ戦に一般市民が巻き込まれながらバスジャックというバスのシチュエーションなんか進んでいくといった映画でございます。なんかねスピードとかもね、映画スピードとかもバスの中だって、シチュエーションとしてはね。さてと、さっきのどこ行ったん、ニーガン役の人がまだねいいんだな。あのウォーキングデッド見てたらわかると思うんですけども、ウォーキングデッドのニーガンの役ってもう本当に残虐非道で人間の心持たないんじゃないかっていうレベルなんですよ。それがねこのタイムトゥーランになるとね、娘思いのいい父親なんですよ、軍人上がりで。これはねなんかねウォーキングデッドを踏んだ後見るとまたなんかね感慨深いものあるね。ここもいじってんな。あれこれねだいぶ遅くなってるんですよ、あの修理もプラス、ルインも発動してるんで結構生存者にとってはきつい戦いになる、あ忘れた、なると思います。来てます、助けに来ましたね。あらよっと、どっちにしよう、まあ、のぶちゃんほっといてやるか、ちーっとかわいそうやの、あのまま行くのは。地下からやっとこさ出てきて希望の光を見出した、しかし実はそれはね地獄の始まりだったみたいな、ディセントみたいなね感じはやはり怖いね。何でも映画にくっつけていくけど、なあハゲよ引っかかったな、ハゲ引っかかったな、出歯持ちなのう手の内を見せてしまったようだね、ハグジャミンよ。あらよ、さて残り3人をじわっとじわじわっと追い詰めてやろう。いや映画のねマイケルね、今回の新生マイケルの
雰囲気とマスク最高なんで本当に見てほしい。なんかスキン追加してほしいもん。だってコラボじゃないからさ、コラボじゃないからっていうかコラボだからこれ一応他の関係ない服は入れれないと思うんですけども、あのね劣化したお兄ちゃんマスクぐらい追加していいんじゃないかと思うよね。うん、かっこいいんだよ。そっちか。見えてんだな。さて次は誰を立ちめめしてやろうか。なんとなくなんとなくこいつを立ちめめんとしてみたい。どこだね、あそこか。 いいねいいとこ来たねこれね。溜まっちゃう溜まっちゃう。あここ板ないな。さて溜めちゃうかな。これここに板がないならじっくりじっくりかいからのふんどこを刺してもこれふんそういうことださあワンパンタイム、これあと残りもあるしもったいないんでうろうろしてみましょう、この先やってるかな。足が速くなってる分ね、今のうちに追いかけたいって言うんだけど、じいちゃんが倒れているね。どこだ、いないね。こっちなのか。あ、やってるやってる。どっち逃げた、どっち逃げた、どっち逃げた。いないか、いねえな。しゃあない蹴れるとこ。残り2人がねこっからが長くなったりするんですよ、デッドバイデイライトって。結構こっから長くなったり、その一人ダウンさせたらいいけども、一人見つからないみたいなこともね、多々あるんで、長くなるようなら、いないな。編集でカットでこう、やるんで、その辺はね、あ、ご了承ください。ほれよ。追い込んでいこう。あげちゃびんな。そこか。次は誰を立ち目んでしようかな。もう言うて、もう一回だよね。あと一回ぐらいしか立ち目めんとできないね。なかなかたまんないからね、立ち目めんとね。そこか。いいだろう。お兄ちゃんは板を越えるのもちょびっと早いからな。あそこね。ほれほれ。ほれ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 、で歯だったかそれは手の内は読んでいるんだよ。さあそのうちに1個ついたんで、ここでノブちゃんを探したいと思います。残り見つかんないようならちょっとカットしたいけども、この時に映画の話してもよかったな。こっから意外と見つかんねんだよな。つけました。ノブちゃんこんなとこ入れやがったか。だいぶ探しましたばい。だいぶ何もないとこうろうろしてしまった。しかしあのドワイト死ぬな。あでも回復させに行ったな。いけんのか、ギリギリだぞこれ。ドワイトボーイを回復しきった。しかも、ドワイトボーイ、手派手に逃げた。いや、でも、どっちにしろ、ドワイトをやると、もう即死なんで、あれ。そうなるとね、非常口パッカーになるんで、ここは、ワンチャン、もう、ノブちゃんを集中的にやる。もう、戦略的、ハゲ生かし。戦略的、ハゲ生かしで。ネーミングなんだ、これ。行きたいかなと思います。ちょっと、ノブちゃんと、ランデブしていくぞ。ああやっとまた見つけたわい。どこまででも逃げる女よの。
うん、その間発電機も進むしな、いい走りだ。お兄ちゃんもジグザグ走行で行かせていただく。上からポンと落ちるのか。ああちゃんと坂道使ってますね。しかし加速していくぜ。お、なんだかんだで発電機もう1個にしてますね。ほれよ。さあこっからのハゲを探さなきゃいけないけども、ハゲを殺すわけにはいかないんで、これは戦略的ハゲ生かしをしないといけないからね。気をつけないと、ちょっとでも触れちゃいけない。この辺に、お、あれ復活させられてるの。ハゲ探してる間にやっぱ復活させてましたね。でこれ間違ってハゲを殴んないようにしないとな。どこ行った？ん？痛い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 。もうハゲこれあれやな。自分を殴るともう死ぬって分かってても、もう逃げやしないな。こうなったらもうかける私は。こうなったらかけるぞお兄ちゃん。ワンチャンもう行きます。非常口どっかに出てるはずなんでね。いやー、真ん中にあったかな。でもチラッと見たとき真ん中にあったよね。ここにあったんですよ。ちょっともしかしたらカットされててあれかもしんないけども、ここのね下にあった気がした。ここあるわ。さーて、これ非常口に入れさせないために私、あー、もうちょっと貯めたい、もうちょっと貯めたいな、このストーカーパワーを。見つかってるかな、すでに。足跡ある、足跡ある。オッケーオッケーオッケー。よしよし見つけた。気づいてないなこれ、非常口に。よしよしよし、今のうちに貯める、今のうち貯める。これは頑張れ、私頑張れ。気づいてないな。いやちょっと待って、向かってるね、向かってるわこれ。ちょっと待って、でもこれギリギリまで貯めて、あー左から行くか。ちょっと待って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 、絶対行かせねえぞ。やばいやばいやばい、下から回ってる。これは間違いない間違いない。来る、よしよし、待て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 、あぶね。非常口前でキャッチだ。ふん、そういうことだ。階段に挟まっちゃったな。まあそんなわけでね、結構レアな感じで非常口の、前で立ち向かうということになりました。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。よかったら評価の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。